家好、アイリスです。マレーシア出身です。私は日本に来て、だいたい3年ぐらい経ちましたけど、経験したことないこともありますから、これからこの YouTube でいっぱいいろんな初体験しようと思います。ということで、私の友達に二郎系ラーメンが大好きな人がいます。その、この前に写真見せてもらったんですけど、量が本当にすっごいめちゃくちゃ多いですね。いやー、私食べたことないんですけど、挑戦したいなと思います。でも、お店で、撮影できないから、今回は、たくめん .com でラーメンを頼みました。もう届きました。じゃじゃーん。名前は、ゴリラーメン、今日がゴリラみたいなすごくでかいということかな、すごくわからないんですけど、これから作ります。いってきます。早速作ってみたいと思います。よく見て見て、これ全部油じゃないの、これ食べるの。まあでも挑戦だからやります。じゃあ早速、スープのなんとかなんとか15分入れて、はーい。じゃあスープ入れます。はい、次は麺を入れます。4分30秒この麺を入れます。顔のそうなんです。なんか麺がそろそろできそうなんだけど、このスープは全然まだですけど、どうかな。ここで書いてあるんですけど、このスープを茹でるのは15分必要で、その麺は4分30秒必要で、そういえばちょっと微妙な差があります。ミスちゃった。閉める。大きな火を揺れる。それに早くさせるかな。強火。取れない。じゃじゃん、できました。これ肉すっごい多いですよね。そしていっぱいもやしもキャベツも入れました。そして今はちょっとお腹空いてきたからちょっとスープが結構いい匂い感じます。ちょっと食べたいと思います。いただきます。これもやしいっぱいか、もやしです。麺を探す。美味しいです。これ想像以外です。これ結構美味しいですわ。スープがめちゃくちゃ美味しい。
これマジで美味しいでしょ。マレーシアの人が実はすごく麺が好きで、麺の種類もいっぱいいっぱいあります。細いの、太いの、主激太いの、主激細いのも全部あります。でそしてスープもね、あっさりスープとカレーまで、濃厚なスープもいろんな種類があります。でもラーメンみたいなものはマレーシアはないんです。日本食がすっごく有名で大人気ですよ。ラーメン屋も結構いっぱいありますけど、例えば一歩ど、二郎系ラーメンも結構ありますけど、私は行ったことないかな。でもたまにね、ある店は少しマレーシアン風に変えて、日本の味じゃマレーシアはなかなか食べれないと思います。別の話ですけど、この前マレーシアで星のコーヒーがマレーシアに、初店舗ができまして、そこのパンケーキが有名って噂があって、みんながすっごく並んでて、2時間ぐらいかな並んで、あの中に入ってそのパンケーキを食べますって、美味しいだって。やっぱりマレーシアの人は日本のものが大好きですよね。体験しました。でした。バイバイ。